俺は名探偵でもなければ高校生でもない、まだ独身のおっさんである。先日急に思い立って曲を作りたくなり、障子スタジオへ向かった。しかしそこで偶然黒ずくめの男たちの音楽活動を目の当たりにしてしまう。その腕のいい演奏に聞き入ってしまった俺は、背後に近づくもう一人の仲間マーさんの存在に気づかず、後ろからいきなりギターのピックを 2,3 個投げつけられた。俺は頭蓋骨粉砕、顔面崩壊、肘の脱臼といったさまざまな症状に見舞われた。朦朧とする意識の中、怪しげな錠剤ミンティアを大量に摂取させられ、気がつくとなんとオリジナル曲が完成していた。言い訳するように認めたい。月曜日の次は火曜日が来る。見た目はおっさん、頭脳は中学生、その名はアホの障子。変われないもんだね。魔法に魅せられ
いや疲れた。いやでもいいんじゃない今のは。